はい。お帰りなさい。お帰りなさい。今日もお疲れ様です。ね、お疲れ様でした。今日はですね、人には不思議なオーラの魅力というのがあるんです。不思議なオーラの魅力がにじみ出る、そういう人っていうのがいる。あなたもね、陰で言われてるんじゃないですか。なんかあの人最近雰囲気変わってきたわねってね、何かいい感じねって、あなたね、自分では気がついていないかもだけど、人にはそういうふうに言われている。なんか生き生きしているとかね、輝いてる、羨ましい。自分ではね、あ、そうかな、どうだろう、違うんじゃないっていうふうに思うかもだけども、案外ね、まあ案外ですよ、自分のことっていうのはわからない。でもね、にじみ出るっていうのはあるんですよ。それでね、まあ結局こういったことが運をつかむきっかけにもなってたりするんです。見る人にはあなたのオーラが見える。なんか最近この人雰囲気変わって魅力的なオーラがあるみたいにね、言われてたりするんです。実際ね、私の話を聞いてくださっている方の中にはいらっしゃると思うんですよ。年齢関係なくね。違うかな？これは年齢関係あるかもね。だってね、若いうちは絶対身につかない、絶対にじみ出てこない魅力って絶対これはあるわけですからね。私なんかもね、最近よく思うんですよ。私がこう自分のこの年代で魅力的に思う、こう同年代とか年上って言ったら、まあ50代、60代ですね。70代。まあこれもね、前言いましたけれども、びっくりするぐらい魅力的なオーラの人って、ほえーっていう感じの人っているんですよね。デヴィ夫人ってあれ80代でしたっけ？まあ近寄ってみればわかりますけども、魔術的なところがね、あるんですよ。マジック。魔術的なところがね。ほんと、80代の方でも悪いものをね、消せるんですね。魅力的なオーラっていうものは。はい。ね。私も含めてね。頑張りましょう。おーってね。はい。今日はね、同世代から嫉妬されるような魅力的なオーラ、不思議なオーラのね、その特徴についてお話をさせてもらいたいと思います。はい。話したいと思います。きっとね、これ、あなたのことだと思いますよ。あなたのこと。はい。それでは、始めます。宇宙で一番優しい神様に、今日も感謝します。こんにちは。開運案内人、池田芳香です。晩年に同世代から羨ましがられるような魅力的なオーラ、ね、そういうものがにじみ出る人には特徴っていうものがあって、これまず一つ目です。まず一つ目はね、どんなことでもいい。自分がやりたいことをやっている人だっていうのがある。
やりたいっていう思いをね、貫いてるんですね。私の知り合いでね、その方は夜お店をやってらっしゃるんですけれども、女性なんですけれどもね、山歩きっていうのがお好きで、お店を開ける前にね、まあ一年間年間ほとんど毎日ね、山歩きされてるんですね。めっちゃ日焼けするし、本気でやってらっしゃるから、これ危ないしね、筋肉ついちゃうし、まあ、心配してね、やめときなよってね、加減しなよって言ってる人も、まあ、いるんだけれども、ね、まあいるんだけれども、実際ね、まあ、結構日焼けしてね、真っ黒なんだけども、ね、まあ、それをネタにしてね、ご自分で笑いを取ったりもされるんだけども、でもね、これがね、みんな口を揃えてその方のことを魅力的って言うんですよ。魅力的だって。だからね、オーラがあるんだよね。まあちょっと特殊かもしれないけども、ほら、でもこういう感じの方ってね、いないですか？ね？ね、いますよね。こう、自分がやりたいっていう思いを貫いてるっていうね。まあ、言い換えると、人目を気にしないで自分の思いに忠実なんですよ。だからね、魅力的なオーラなんだよね。前の動画でね、こう、キララさんっていう方が、まあ、コメントを書いてくださってましたけれども、世の中にはね、そういう個性的なタイプの人を嫌うグループみたいなのを作ってですよ。ね、個性的な人間を排除する。そういうのがあるんだっていう話をね、まあそういう話があったんですけれども、でも、本当にそんな人目を気にしないで自分らしく生きるっていうのはね、本当に大事。まあ、キララさんの話もですけども、本当に大事。まあ、ある時期からはね、こういうタイプの人の方がね、輝くんです。個性的にやってる方の方がね、自分の思いを貫いてる方の方が輝くんですよ。まあ、そして、二つ目の特徴。今ね、この、ある時期からこういうタイプの人の方が輝くって言いましたけれども、なぜかって言いますとですね、こういうやりたい思いを貫いて生きていると、自然とね、自然と人としての内面ですね、心のありようにね、心のありようの方に自然と目が向く、ね、外面よりも内面ですよ。人に対してもそう。優しくなるっていうかね、人の内面の美しさに目が向くようになるっていうのがある。これね、まあ、自分の思いを貫いていくと自己中心的になるかっていうとそうじゃないんですね。悪い意味での自己中心っていうものではなくて、良い意味での自己の中心。つまりね、心に目が向くようになる。人の外側ではなくてね、心に目が向くようになる。自分とは何か。自分の心に向き合う。ね。人の心に向き合う。魂に向き合う。魂。つまりね、スピリチュアルに深い関心を持つようになる。ね。今こうやってね、私の話を聞いてくださってるのがまさにその証拠ですよね。はい、三つ目の特徴があります。同世代から羨ましがられるような魅力的なオーラ。そういうものがにじみ出る人。そういう魂が美しい人の三つ目の特徴っていうのはですね、
人を否定しないっていうことです。人を否定しない。これはですね、さっき言いました。一つ目の、自分がやりたいことをやる、やりたい思いを貫くのはね、良い意味で自己中心になる。今の時代の言葉で言うとね、自分軸で生きるっていうんですか、これはね、だからといって、自分が正しいから人を否定するっていうことではないんですね。もう一回よ。だからといって、自分が正しいからといって人を否定するようなことではないんです。人のことも認める。人の良いところを見て褒める。ね、称賛する。つまりはですよ。人としての器が大きい。人としての器が大きいっていうものは、例えばね、心にゆとりがある。心にゆとりがあるから、誰かが失敗したりしても許すことができる。これはね、かなり難しいところだとは思いますが、その努力がね、人としての器っていうものを大きくするんです。具体的には、例えば、人には笑顔で接するっていうのがある。口角をね、ちょっとこうキュッとこう上げてですね、微笑みですよね。うわっはっはっはってね、波越徳次郎みたいに接すると、それはね、やりすぎかもしれない。ね、多分、気持ち悪がらないと思う。うわっはっはってね、波越徳次郎って知らないの？知らない？あ、そうですか。そこはいいや。とにかくね、運をつかむ表情っていうのがあるんだとしたら、それは間違いなく、笑顔なんですね。そう思いませんか？ね。微笑みなんですね。口角をキュッと上げて、余裕の表情を見せる。これはね、自分の感情をコントロールしているっていうことでもあるんです。それがね、心のゆとりにつながるんですね。ゆとりがあるから否定せずに、ね、人のことを否定せずに許すことができるんだと。いろんな意味で人を助けることができるんだと。こういうね、人の見ていないところで良いことをするっていうのを陰徳って言いますけれども、陰徳は総じて陽となるって言います。陰徳は総じて陽となる。ね、どういうことか、どういう意味かって言いますと、いろいろな意味で人を助ける。人の見てないところで良いことをしていると、その陰徳は陽の気、陽のオーラになりますよ。つまりね、私がさっきから言っている魅力的なオーラになりますよ。ある人はね、雰囲気もだんだん変わってくるでしょうし、運気が良くなる、開けるのもね、こういう人だと昔から言われているんですね。これはね、実際そうなんです。よく晩年にね、同世代から羨ましがられる人の特徴としてね、健康ですとか、経済的成長っていうものもね、そういうのもよく言われるんですけれども、それは確かにそうなんですけれども、それはね、まだ外側の部分ですよ。大事なのは内側、魂の部分です。自分が自分を満足させていなければ、魂が輝くわけなんてないんです。ね？でしょ？一番大事なのはね、さっきも言いました。ね、さっきも言った、良い意味での自己中心主義、自己中心。ね、自己の中心っていうか、自分軸ですね。やっぱりね、好き嫌いは別としてね、なんとも不思議な魅力的なオーラっていうとね、さっきも言いましたけども、スカルのデヴィ夫人っていうのがね、浮かぶな、やっぱり。
今調べてもらったらね、83歳なんだってね。女性の年を言うのはまあ失礼ですけれども、確かにね、あの方もね、苦労人なんだよね。苦労されてるの。ほんとね、お父さんね、子供の頃亡くされて、ね、貧乏でバイトを掛け持ちして、ね、そこから水商売に入って、インドネシアのスカルノ大統領とね、結婚したんだよね、確か。まあ、その後もね、ひどい目に遭ってるんだけども、まあ、そこは今日の話とは違うけれどもね、まあ、夫人からはね、ど根性オーラみたいなのもね、感じる。人生が波乱の人独特のね、オーラみたいなもんでね、あるんです。それもまた美しい。ね。まあ、見る人が見ればね、一番価値のあるオーラかもしんないよね。あのど根性オーラはね。まあ、それでね、一番大事なことはね、晩年に人が羨むようなこの手合いのね、この手のオーラっていうものは、神様なんだよね。人間から神のオーラへと近づいてるっていうこと。そういうこと。ね。まあ若い人にはこの話はね、今日の話は分かんなかったかもしんない。ね。でもね、不思議なオーラの魅力がにじみ出てる人っていうのはね、いるんです。なんか、あの人、不思議なオーラあるわねって。あなたも、ね。影で誰かに言われてるんじゃないでしょうか。はい。エネルギーをお送りします。はい。不思議さま、不思議さま。おー、しゃばりは、しゃばりなんちゅわ、しゃばりは、しゃばり。不審様、不審様、明日もあり不審様。はい。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。はい。今日の話、いかがだったでしょう？ね、どのように感じられたでしょうか？まあ、よろしかったらね、コメント欄の方に書いていただきまして。はい。それといつものように、皆さんの願い叶いますように、願っていただいて、あなたのそのお力で、皆さんの願いも叶いますよ。ね。あなたのその優れたお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫。見えない力があなたを守ってくれます。大丈夫。大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。